縄文人っていうか、その、エゾ、まあ、エソトっていうかね。で、エタがうちたち。まあ、エタとエソトなどを合わせて意味してるんですけど。その、まあ、日本先住民です。それが白人に似てるから、名前似てるんでしょ。だから、遺伝子関係あるんちゃうか。まあ、白人が日本に来たんじゃないかっていう、その、受け身のなんか、解釈で、で、検査したら、それは証明されなかったっていうデータが出たんですって。まあ、ずっと日本列島にいた組の方が多いから、一部だけも大陸渡ってる。縄文時代ね。ああ、うちらの舞台ね。まあ、日本列島と大陸部長さんと、まあ、つながるたびに、調査官なり、大パーツ修理隊なりが、大陸に渡って仕事しに行っとって。うちらは、うちが覚えてんのも、2万年前、縄文土器がまあ完成したから、それで、その世界中の調理文明をもう一度始めさせようって。で、現地で生産すると、あんなも運んでもしゃあないし、世界中に持っていくのに、どんだけ日本で作っていくの。そんな、貿易でもないし。ああいうの貿易って無理やったんちゃう？当時、重さとか、船との、当時の船との関係で。だからもう、世界の大陸に散らばって、で、ふさわしい土見つけて、現地生産して、で、その居残る人が多かって、で、まあ、うちらは、まあ、辻家、藤原家は、まあ、ドイツまで、辻家はドイツまで、藤原家は、まあ、イグランドまで到達した。ね。で、まあ、帰ってきたから、まあ、まあ、その時は、まあ、正直よくあるよ。うん。オーディン、まあ、オーディンにあった記憶もあるし、グリーグになった記憶も、アリアンロドンにあった記憶もあるよ。まあ、アリアンロッドは、調査のとに帰還したわけ。で、フリッグも、アリアンロッドと、まあ、喧嘩なかったから、まあ、オーディの浮気相手がアリアンロッドだからね。だから、制裁のフリッグとアリアンロッドが悪かった。で、調査のアリランって言うと、私たちも、アリアンロッドの子孫なのにな。いつまでオーディの子孫なのにな。っていう意味がね、そういう悲しい歌なんじゃ。で、ただ、フリッグも、アリアンロッドと和解しなさいって言うの。まあ、フリッグの子じゃないけど、オーディンの幻の長男、ケマっていう人に、まあ、この神話やから、一緒にね、に悟されて、で、フリッグもアリアンロッドもどっちも朝鮮半島におった時期があると。ね、まあ、フリッグの実家が藤原家。というわけで、まあ、結局何が来たかというと、うちの遺伝子の中には白人の、うん、白人になっちゃった人たち、白人になっちゃって向かわかった。で、まあ、アペオの部分かな、アルカリ性食品ね。そんなのちゃう、逆やんな。でも発酵食品食べたら、それは色抜けていくよ、基本に。ただ、本当に真っ白系なのね。その北国にはできんよ。洞窟の中しかできんよ。ほんまに透けるような白。でしょ？ね。で、結局、宇宙も洞窟と同じ効果で色抜ける。だから宇宙に一旦避難した国は、まあ、かぐやもそういう話やね。加藤の方は火事や、ね。で、まあ、その、なんかな、足富士とか、今ないよね。足、足の。ふっと、ね、足富士とった、ね。それが火事。火事で間違えたんですよね。かぐやの。かぐやなのに、足富士さん。かぐやの、もやしなのに。で、大須の近くに、その、後に大須が家具屋街になったけど、その大須の家具職人たちはもともと、今の勝ち側の、あと、頭だくに、あっこが、今、終わり族、いわゆる終わり族の、首都だった。あたる。今、勝ち側ブラックかな。頭だくっていうかね。まあ、中央本線の駅名のブラックのとっくりちっ、ね、ていうような感じで、うちは、うちの先祖の白人もいる。あっちの黒人もいるし。白人も黒人も実は日本人の子孫で、日本先住民ね、エルメスね、まあ、アトランティス文明人ね。アトランティス文明人、色黒かったよ。アフリカ黒人みたいに真っ黒系じゃなかったけど、それも、まあ、アメリカによくいらっしゃるのもそんな茶色系、アフリカも嫌でしょ、茶色系。そういう色ですよ、アトランティス文明人。うちももうちょっとして茶色くなるかな。
あれ白くなっていくかな、微妙でしょ。まあ、魔女もこんな肌色だったの、まあ、ヨーロッパの方に分布してる。あれ、日本人のおばちゃんたちだけ、日本先住民系の。似てるでしょ、うちと顔。うちが時々ちょっかいにしてるロシアのおばちゃん、魔女のおばちゃんとかも、なんかうちとそっくりでしょか、実は。ね、明らかに親戚ってわかるでしょ。それと、ハメにしても明らかに、あ、うちのお母ちゃんわからんな、うちのお父さんとか、うちの父の世代とか、まあ、おじいさんとか、姉とかうそ、まあ、いとこにもそっくりに。いとこの代になったら、あんな、しっかりした、あんな毅然とした顔じゃないとか言って、ね、